どうもブロンザーマスです。本日は茨城大ニュータウン名店紹介でございますね。近隣にあります名店の方をご紹介しております。今回は、視聴者コメントやってみたシリーズと合わせてですね、台湾ラーメン G さんの方へ向かいたいと思います。こちらミノーなんですけども、高速使い部がわずかに14分15キロであるというね、ここは茨城の仙台寺サービスエリアとなっております。まあ、ここから茨城大ニュータウンまでねわずかに15分ですので、足しても30分ぐらいかなといったところなんですけども、あの茨城台もですね、たくさんの方々にお越しいただいて、誠にありがとうございます。はい、近隣のねあの名店もだいぶ増えましてですね、喫茶店とかお食事どころとか、もうバイクのね、ツーリングのチームが集まりやすいようなカフェであるとかですね、結構近年ね新たに増設もされておりますので、よかったら一度ねツーリングがてら、特に豊野とか能勢方面にねツーリングされてる方々もうバイカーでね仲間同士多いかと思うんですけど、そこからですね一本ずれた道が茨城大ニュータウンになります。よかったらこちらの方面を通っていただいてですね、高槻や茨城方面へ移動していただくとですね、たくさんのまた新しい名店もございますので、いつもねバイクの趣味で乗られてる方でちょっと新しいとこ行ってみようよみたいな方がいらっしゃったらですね、ぜひともね東洋の及び能勢方面から茨城大ニュータウン方面へとねルートを来ていただければと思います。はい、これはね新名神なんですけども、とにかくね一直線なんですよ。さすがね新型の高速道路だけありましてですね、非常に便利でございますね。よくね名車もね、旧車ネオクラシック、他の名車たちもね走るのよく見ますよ。で従来であればね高槻から三田方面へ抜ける、新たな 高速道路になりますので、トラックも多いですよね。非常にね環境のいい高速道路となっております。今回ですね台湾ラーメンということなんですけど、皆さん台湾って行かれたことあります？ I love 台湾ですね。こう関空から約 3.5 時間ほどで着くと思うんですけども、今やですね1泊3日みたいなパターンでですね、もう本当に身近に行ける海外旅行先となりました台湾。私も大好きですね。特にね有名なのが夜市ですね。夜市と書いてね夜の市場なんですけども、台湾の人たちってねそのね簡単に言ったらもうフェスティバル化してるわけですよ。屋台がいっぱいあるんですね。そこのシーリン夜市ってすごいでかいところがあって、もう夜中中空いてるんですよ。でそこではですねおかゆさんとか揚げパンとか、そういった天津ですね、とか、他にも古本屋さんとかですね、ショッピング300均とかね、いろいろあってですね、とにかくグルメにも買い物にも困らない、もう簡単に言ったらですね朝まで遊べる場所、これが夜市となっております。非常に面白い文化でしてね、現地行くとお酒も飲めるしね、いろんな屋台でいろんなもの食べていくと、僕は中華粥が一番美味しかったなと思います。海鮮粥とかね、はい、で現地のですね支払いは元になります。はい、元ね、現行の元って書いて、ね、元なんですね。10元、100元、500元とねお金を払うんですけども、台湾はそういったね日本の人たちも口に合う非常に美味しいですね、中華が待っております。でさらにですね、タピオカが一番有名かな、若い人からするとね、タピオカね、ミルクティーの中になんかこううにょっとしたやつが入ってるやつですよね。で大きいストーで吸い込んでむせるみたいなね、もうおじさんたちはむせてしまうんですけども、さらにお茶も有名ですし、おしゃれなねコーヒーショップも山ほどありますので、台湾は意外と、ね、行きやすい観光旅行先なんじゃないかなと思うんですけど、皆さんまだ行かれてない人はぜひともねコロナが明けましたら行ってみてください。特にローコストキャリアですね、 LCC と言われる、ピーチさんとかですね、関空からすぐ出ております。で安いとですねまさかのね4990円で片道行けたりとかして、桃園の空港があるんですけども、台北に着陸するんですけどね、そこから電車ですぐ行けるんですよ。はい、ですから1泊3日とか1泊2日でも全然ギリギリ楽しめんちゃうかなと思う。一度ねその空気を吸うその場所行ってみるってのは非常に楽しいのではないでしょうか。昔はですね HIS とかでね、2泊3日台湾の旅、3万4500円で結構安くてですね、でバスが出てですね、現地のホテル連れてくれて、終日自由行だって、最後に行きたくもないお土産屋のお茶屋さんに連れて帰って無理やり買わされるみたいなね、そんなんあるじゃないですか。今はですねこのインターネット、そしてスマホの普及によって Wi-Fi さえあればですね、中国語であろうが英語であろうがね和訳もできますし、カーナビ代わりにですね、Google さんもいらっしゃるので、あんまり怖いことはないかなと思います。特に台湾ね親日でも非常に有名ですしね、これはですねかつて日本の歴史の中でね戦争前ですね、第二次世界大戦前は台湾というのは実は日本がね統治している、委任統治をしておったことがありました。実はですね台湾総督というのがありましてね、1800年代ですね、
はい、そちらの方に、まあ、日本がですね、開国をするということですね。あの日清戦争後ですね、1894年、はい、日清日露、第一次世界大戦と10年ごとに日本は戦争ばっかりやってた、っていうそういう時代にですね、まあ、台湾の総督府を作ってですね、そこで、まあ、民政を行うってことなんですけども、当時の台湾はですね、あの中国がイギリスとね、アヘン戦争ってやったようにですね、台湾の人たちもアヘンに完全にね、あの中毒患者が多かったっていう時代だったんですね。で、日本が考えたのはですね、もうそういうアヘンの人たちを一律に厳禁する代わりに、まあ中毒者を登録させてね、購買状況を管理して、重症の患者に副作用の少ない良質のアヘンをね、販売しながら治療を進めてですね、軽症になったら吸引を禁ずるっていうね、そういったね、法律を作ってですね、中毒患者を劇的に減らすことができたと言われています。さらにはですね、生活環境の改善ということですね。はい。それで、下水道、昔はね、ほら、ローマ帝国もそうやったんですけど、下水道管理が難しくてですね、日本ほど優れた下水道環境じゃなかったんですね。はい。ですので、下水道をね、良くすることによって、感染病対策、もしくは重篤化する、蔓延病ですね、こういったものを防いでですね、なんと台湾というのはね、非常に、生活水準が上がったと言われています。まあそういうこともあったか知らずかですけどもね、まあ結構日本の方にも非常に優しくしてくださる台湾の方々、まあタクシー乗ってもね、めちゃくちゃ楽しそうに話しかけてもくれますし、結構遠出のタクシーだったらね、喜んでくれるし、で、駅前でタクシーにね、先に交渉するとね、250円で行ってくれみたいに言うとね、いいよ、じゃあ俺が運転してやるって横から飛び出したおじさんに乗せてもらえたりとかですね、で結構ね、台湾は非常に話し合いができる素晴らしい街なんですね。さらにですね、まあ文化としては、まあ日本的な文化もありますし、まあ台湾っていうね、まあ親日的にあったような認識を語るっていう意味でも、まあちょっとね、距離が近いような感じもありますし、まあその他にもですね、まあ一大穀倉地があったり、自然があったりですね、他にもこう電車が通ってですね、この電車が谷底みたいなのを走ったりとかしてですね、しかもドアが開くんですよ、僕が行った頃っていうのはね。で、ドアが開いてる状態、足プランプランでね、台湾の、台中、を通るとね、まあそのすごいこう恐ろしい場所ですね。電車で行けたりとかね、まあ田舎に行けば行くほど面白いと。はい。まあそういったことですね。まあ当時はね、高砂族と言われてましたけども、まあ日本ね、今も信仰がありますので、よかった台湾ね、東洋のシリコンバレーと言われた台湾、ぜひとも一度、グルメのためにでも行ってみてください。で、地下鉄もすごい発達しておりますので、もう迷子になることはあまりないですしね。はい、僕は台湾大好きでね、もうあちこち行ったんですけども、特にね、何ですか、こう、雑誌に載ってないような、皆さんが普段食べてるとこばっかりいつも行くんですよ。で、並んでね、伝票書いて出さないと、何ですか、やむちゃもらえないですよ、みたいなことを教えてもらってね、書いて出すためにおばさんがポーン置いていくんですよね。シューマイとかね、餃子とか。はい。蒸し餃子なんですけど、ね、それをまた、おかわりして、また、伝票をね、ちらつかして、見て、これ書いたけど、僕書きました、おいえーって言って、ね、まあ、取りに来て、はいってね、また持ってきてくれると。非常にね、躍動感があってね、活気のある、台湾でございました。はい。まあ、そういうわけでね、台湾の話も、さておきですね、茨城大ニュータウンから向かってですね、そんなに遠くないぞと言った割には、ずっと高速乗り続けていると。ただこれ今回奇跡が起こります。なんとですね、無信号、つまり信号に一度も引っかかることなく台湾ラーメン G さんに到着するという神がね、降臨いたします。茨城大ニュータウン万歳。ね、台湾ラーメン G さん万歳ということですね。はい、これから一気に171号線、大阪、京都、そしてさらには、三宮方面向かうときね、西宮の方がいいかな。はい、大動脈にぶつかるというのに信号に引っかからへんというね、もう、ザーマス神降臨でございますね。招かれたかのようにね、やってきたということでございます。今これはね、箕面のトンネルを抜けてですね、トンネルを山の上を通るんじゃなくて、下をね、潜って抜けると、箕面市のど真ん中にドーンと出てくるっていうね、そういったトンネルでございます。一時ね、料金安くね、試験をしてたんで、今、正規料金になっておりますので、440円だったかな。まあ、そのぐらいはするかな。ちょっとね、お高いんですけども、ただワープする距離のとスピードめちゃくちゃ違うので、お買い得な、トンネルとなっております。やっぱりね、台湾ラーメンってね、現地の屋台でいろいろ食べ、結構辛め。ちょっと肉味噌っていうんかな、まあ、そぼろみたいなのに、まあ、ネギと唐辛子と細い麺っていうイメージなんですけども、これがね、チャーハンに合うんですよ。
マジでこうチャーハンに合う、これが素晴らしいですよね。まあラーメン屋様ね、チャーハン美味しいの多いんですけども、個人的には、私個人としては、辛いラーメンであろうが、まあ、あのお塩ラーメンであろうが、味噌ラーメンで、僕白ご飯でいつも行くタイプなんですね。しかしですね、台湾に行くとですね、やっぱこう焼き飯かなと、あの屋台の鉄板でね、チャン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 ガッチャンってこぼしながら、すんごいねワイルドにね、焼きそばの板あるじゃないですか、ああいう鉄板でやってくれるんですよ。でフライパン使わないですよ。だからそれが逆にね、うまそうに見えるんですよね。昔ね、あの鉄板焼きブームってあったんですよ、日本もね。鉄板焼きってもあの豪勢なステーキハウスですよ。でその時に最後ね、ガーリックチャーハンって頼めるんですよ。ただそれ鉄板でやってくれると、まあうまそうに見えるんですよね。はい、でそれと同じでですね、今回は焼き飯を注文する覚悟を決めてですね、台湾ラーメン実際に突入したいと、もう車ごとね強行上陸しようと思っておるんですけども、こちらの方ですね、実は台湾ラーメンじいさん、皆さんご存知ですか、大人気のお店なんです。ですので駐車場一応4台から5台あるって聞いてたんですけども、あの車止めるのがかなり至難の技なんですね。ですので近隣にね、あのコインパーキングもないので、近くにめちゃくちゃ大型の、ね、ショッピングモールがございます。もうそこを止めたら歩いて 200m ぐらいですので、もう無難に最初からそっち止めた方がええと思います。じゃないと、いや、入り口も塞がれるほど大人気で車が止まっておるもんですから、順番待ちでね。はい。ですので、出すのも怖いなと思う方がいらっしゃったら、ぜひともですね、そのショッピングモール側に車を止めてですね、はい。ラーメンをしっかり食べて、最後お買い物したら駐車場もタダになりますからね。そんな感じでうまくね、地域創生密着をしてですね、皆さんぜひとも美味しいラーメンを食べていただきたいと。そう願うバロンザーマスでございます。はい、到着いたしました。これが箕面市でございますね。花の都大箕面市でございます。非常にですね、あの三角部にはね、もう お金持ちの方々がね、まるで芦屋家のようにですね、六六層みたいででっかいお家もいっぱいあるんですけども、こちらも栄えてなんと4車線なんですね。すごいでしょう。これね、この隣、左側の隣が、これがあの、今もね、大人気になっております、あのサイトなんですね。サイトの一個隣なんですね。で、ここにですね、今延伸中で、御堂筋から来る電車がここら辺の近くまで今ね、工事しておるんですよ。ですから電車も来るようになると。だから終着駅がこんなとこなんか、今ね、作っておるとこですよ、この左側ね。すごいでしょう。だからもうこのまま茨城台まで貫いてくれとね、私などは願っておるので、こういった動画をね、映像記録として残してですね、ぜひとも行政の皆様、茨城大ニュータウン方面にですね、かつての夢であったモノレールもしくは電車を通していただいてですね、亀岡へ抜ける電車を作ることにですね、関西、大阪と京都、さらに近くなる、こんなことをね、期待しておきたいと思うところでございます。まあ、台湾みたいで新幹線通してほしいですよね、その三角のね、めっちゃ危ないところにね。それはやりすぎって言われそうですけども。はい、まもなく左手に見えてくるのが台湾ラーメンじいさん。確かね、この台湾ラーメンじいさん、前もね、ラーメン屋さんやったと思うんですよ。はい。その時はね、豚骨ラーメンかなんかやったような気がするね。これですね、左側。もう車いっぱいとか、駐車にもうバーン止まってた軽トラさんとかね。これジーってから、ジーって。で、このね、左、こうね、ペイトンさんで、僕がね、あの、車買った、あの、整備してもらったことあるんです。はい、2回目ですね。再チャレンジすると、前の車入るんかいなんですよ。こういうことですよ。はい、すいません、みたいなね。はい、入られました。で、2回目無理だったんで、ショッピングモール行きたいと思います。ちなみに、ペイトンさんは、あの、フォルクスワーゲンのビートルのお店でございますね。はい、近くのショッピングモールへやってまいりました。ここへ車を止めてですね、歩いて、現地へ向かいたいと思います。いやいや、歩くと、美しいですね。さあ、もう、こう、帰りにね、スタバでも寄ろうかなと思います。これ、ペイトンさんね、懐かしいね。ニュービートルが1台置かれてますね。こう、いろいろね、街道もしてくれるんで、楽しいところでございます。もう間もなく正面見えてまいりました、台湾ラーメン G さんですね。すごいね、 G 感じるわ、重圧やな。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ここお勧めいただいた場所ですね。ダマスチャンネルにはですね、こういうミシュランガイドみたいなね方がいっぱいいらっしゃるので、そのまま行くとですね、素直にうまいと。はい、今回台湾ラーメンはノーマルの方を選んでおります。普通の波っていうことですね。これにセット焼き飯といたしました。これ美味しかったですよ、皆さん。ちょっと驚きなんで、シンプルでちょっと辛いぐらい。で、麺細麺。スープもめちゃくちゃうまい。ご飯に合いますね。で、ここは一応焼き飯いっときましょうか。焼き飯、パラッパラ、後で出てきて、完全に火力が入ってる、この焼き飯。ぜひともお勧めしたいところでございます。はい、まあそういうわけでですね、皆さんいかがだったでしょうか。
結構ね、お店の中も活気があるばかりかですね、かなりたくさんのお客さんもいてですね、ちょっと食べてる動画が撮れずに非常に残念だったんですけども、遠慮させていただきましたが、台湾ラーメン G さん、171号線沿い、美濃ですね、すぐ近くにはね、自動車屋さんですね、マツダとかですね、トヨタ、さらには単車乗りの方、有名でね、ドゥカティの根拠地もある場所、交差点沿いですね。反対側にはポルシェがあったりとかね、まあ、名車揃いのね、立派なディーラーさんが囲まれた、台湾ラーメン G さんなんですけども、G さんって言っておじいさんみたいなんだけどね。はい。けどもね、本当にね、なんていうんですか、スカッと食べれます。後味最高。ちょっと辛いです。けど、男女ね、年齢関係ないと思う。非常に食べやすい。うん、食べやすい。でね、隣のおじさんちょっと喋ったんですけど、隣のおじさんはやっぱ唐揚げもつけてはりましたね。いや、このぐらいないとね、みたいなね。食うぜ、俺、みたいなおじさんやったんですよ。めちゃくちゃいい人でね、ちょっと話したんですけども。っていうように、まあ、普通の方々は、よく食べる人は、台湾ラーメンと、焼き飯と、さらに、唐揚げをつけてですね、唐揚げもうまいんだよ、みたいなのを教えていただきました。さすがにちょっとちょうだいや一切れとは言えなかったんですけどね。はい。というわけでですね、皆さんのご紹介によってですね、私、美濃方面にも進出してですね、茨城大ニュータウンが決してそんなに遠くない約30分の場所、台湾ラーメン G さんへお邪魔いたしました。お店もね、活気がありますしね、店員さんもテキパキ動いててね、やっぱ人がたくさん待っておられるってことがあったら、もう本当にね、もう合理的にサッサッサッってやってね、愛情込みで作ってくれるラーメン、実際美味しゅうございました。ここ大当たりです。ザーマス、5つ星中の6つ差し上げたいと思います。もうはみ出しとるやないかって、そんなやめて。はい。というわけでですね、皆さんよかったら、男女、老若男女問わずですね、一度、お時間の許すときにですね、ゆっくり来ていただきたい台湾ラーメン G さんをお勧めしたいと思います。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ちょっとね、画像を見てわかると思うんですけど、映像ね、動画。ご飯食べた後もちょっとお腹出るんですよね。で、食べ終わったらへっこむんですよ。へっこむけど、水でもあえてデブーンって出てしまうので、ちょっと痩せたいなと、自分で今収録してね、音を入れてる間に気づいてしまいました。もしくは画角を変えたいと思います。それでは失礼します。バイ。